の時間だぜ、あれ久しぶりじゃないですか。お久しぶりです。2年ぶりぐらいですかね。それは言い過ぎ、始まってたかなぐらいですよ多分。それだったらでも相当久しぶりですよ。2ヶ月ぶりですかね。蒲郡さんがちょっとお休みで寂しかった、寂しかってずっと言ってましたよ夜月を見上げながら寂しかめっちゃ信じれない言葉も早速出てきたあのピットの方がね改装でちょっとお休みに入ってたみたいで、はい、それがね綺麗になったのかな。いや見えますよ、綺麗ですよどう変わりました。ディズニーシーじゃねえかっていうそこまでそんなテーマパークっぽくなってます不安なんですけど、そっから選手みんな必死に出てくるんですか。もうあの辺に、あもう俺が嘘言ったからだキューティーがずっこけましたよキューティーが定位置にね、まあ、戻していただきながらということで、まあ、2ヶ月ぶりですから、2月3ヶ月ぶりかぐらいなんで、はい、なんとかねいい結果を残したいなと思うんですけども。すごいですね、今直してる最中にあなたグリグリ進めるんですよ。そう映ってないかなと思って。いったんね、これ預かってください、お願いします、はい、ということで本日はですね、蒲郡校舎集結名古屋グランパス30周年記念カップと。お、名古屋グランパス、はい、あれサッカーチームですかね。ですかねじゃねえよ。サッカーチームです。ですかねじゃねえよ。サッカーチームです。ストイコビッチャーの名古屋グランパス。古いって言われてますみんなに。懐かしい。まあ、わかりやすいと本田圭佑。ああ、なるほどなるほど。本田圭佑。いやいやもうもうもう。J リーグも言うですよ。名古屋グランパスといえば。30周年記念ということで。はい。本日が準優勝戦の日となっております。で、蒲郡さんは、前節からポート。であとモーター新しくなっているので、そこら辺がちょっとね情報が今までと違ってない状態なので、いろいろと考えながらやっていかないといけないなという感じではありますが、はい、私たち夫婦の2人の合計収支によって視聴者プレゼントが変わってくるということで、マイナス収支だった場合は保証人数10名様で、プラスになると5万円未満で20名様、そして5万円以上で30名様、10万円以上で50名様にプレゼントさせていただきます、はい、で今回のプレゼントなんですけども、なんと新しくなりました、グッズの方が。これはまあ以前のままですよね。そうなんですよ。で今回これになったんですよ。まあこれも麺ですけど、こちらでございます。これすごいんです、男性特に。ほう、持ち手長いじゃないですか、これだとこのぐらい長いと男はこういけるんですよ。あー、なるほどね。結構トートバッグってこれができなくて、はいはい、持ちが短くて持てないのは結構あるんですよ。はははは、こういうタイプ、これこういけるんですよ。だから重い時に、あとだから手ふさ、雨の時とか。ああ、なるほどなるほど、肩掛けができるってことですね。誰もそんなこと考えて作ってないですけどそんなことないいや、まさにそれを気づいてくれるかなと思って、それに。いや、これはだから男性も持ちやすいよ。あの男性も、そして女性の方もね、もちろんこれにネギ入れてもらって、はい、ね、うん、あと、まあ、ミニ企画覚えてます、父ちゃん。覚えてますよ。父ちゃんスカーチャンスじゃないですよね、一点勝負ですよね。おお、すごい覚えてた、はい、そうなんですよ、予想を1点ずつ出して目音2点勝負というのを行います、はい、でそれが成功すればなんとこちらのプレゼントプラス10名様増やすことができると。あともう一つ最初からあります満州チャレンジも今回もありますので、成功すればこちらもまたプラス10名様となっています。サコッシュの時は正直回を繰り返すことにテンションが上がらなくなってだってもういらねえよ、もう持ってる、送りつけてくんだよってコメントもあったじゃないですか。あったあった生配信の時にね。なんですよね。ありました。だけど今回はもう全くリニューアルされたトートバッグなので、これは多ければ多いほどいいってことですよね。そうですね、できるだけ多くの方にプレゼントしたいなと思っております。あと一番大事なことを忘れてますよ、軍資金。あ、軍資金、いつもと変わらず5万5万の2人合わせて10万円のお財布で頑張っていきます、はい、よろしくお願いします。はい、さあそれではですね、1レース目のスタート展示が始まります。1,2,3 ダッシュ4,5,6 4がちょっとへこみましたかね。そのね、モーターがちょっと新しい。あ、でも待って、プラス 0.5 度にしてますね。5号艇の、佐藤選手、昨日はチルト 2度だったのかな、今チルト2に上げてて、今日はプラス 0.5 度にしてます。でも昨日の2度見てる感じ、そこまで伸びていく感じじゃなかったんですよね。昨日マリブと一緒だったんですよ。はい、マリブ昼も夜、はい、木村さん、野中一平っすで、じゃあねって帰ってきました野中一平選手ね、今日準優の1号艇ですから、どっかでも6号艇出るよね。そうですね、3ですか、出ますね。伸びもいいし、ターンもいいしと。野中一平選手のレース2つはまあ取らないといけないですね。じゃあ
逆もあるんじゃないですか、そこあえて外してっていう。あーまあ人気してるだろうからっていう。だってそれはもう周知の事実じゃないですか。まあそうですね、うん、確かに。特にこの6から出る3レースなんていうのは、うんうん、逆に外すのもありなのかなっていう気はしてますけど。確かにすごく買われてたんで、みんな船券絡んでくるだろうなって思いますもんね。最近父ちゃんボートやりました？野郎どもで飲んでると、うん、今やってるの俺らは結構買うかな。そうそう、お会計なんですと、うん、ちょっとほら誰か買ってそんなみんなちょっと買ってこないだひどかったっすよ、それやってて。もう結局ね、それをね8ぐらいから始めて、はいはいはい、もうてんてこまいですよ、みんなツンツルでになっちゃって最後去年の、あのまさに忘年会もそうでしたもんね。あ、そうなんですか。ちょうど何人いたんだろう、結構いたんですよ、うんうん、15人20人ぐらいいて、うん、でマリブがボートをやってたんですよ配信を、うん、でそこ終わってからそこ駆けつけるっていうんで、なんか一点のやつやってたんですよ。あー、はい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 。で、うん、みんな乗ったのその一点にですか、うん、はい。で俺ともう一人だけふざけんじゃねえこのもん来るからってその裏かなんか買ったんですよ、うん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 、したらそれ当たって、すごい、みんな1万円ずつ買ってたから、まあホクホクな年末でしたよでもあれ父ちゃんは、俺はもうそっからいろんなものを始めて悔しくてもうその時もツンツルてんですよく審査さんがしませんか、帰りの社長とかね、そう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 、仕事帰りとかね、こう、うん、あれは面白いですよ、ボードチャンスって始まるんですよ何それ、何審査さんから、でそこから解説が始まるんですよさあ本日ガマオリ何日目ですとかって言って、うんうんうん、でもそれでなんかみんな根こそぎ行かれてるって言われたんですかねいやもちろんもうね、あの笑顔で帰れることもありますよ、まあ、確かに確かに、はい、ここはどうですかね、ちょっと3がへこみ気味でしたが、3の、3号艇の樋口選手はちょっと追敗なので今日からですね、うん、なのでちょっと昨日までどうかとか全くわからないです。まあインから行ってもいいのかなっていうところでもありますが、表の浦田選手がね結構良かったりするんですよね。まあちょっとお腹がいっぱいで頭が回らないですねあなたの差し入れのゼリーのせいでゼリーは良くない丼いっぱいぐらいあんなフルーツゼリー食わされたらもうお腹パンパンっすよ。違う、いつもね、私差し入れじゃないですけどちょっと皆さんにっていうのを買ってくるんですけど、おやつですよね、おやつをね、はい、じゃあもう味の評価が厳しいよ本当に。だから今回美味しかったです、ただ量です。あんな丼いっぱいゼリー食えねえってマジで、まあ、これぐらいはありましたよね。いやもううどんじゃんあれこんなの無理だよ。食べてる時は誰もそんなこと言ってませんでした。言えるわけないじゃん、美味しい美味しいって。ここに入れる、これ買って、いや美味しいよ、うん、美味しかったよ、だけど量が多い、いかんせん、うっぷなってましたみんな。年齢考えなよねえ男子高校生じゃねえんだから飯食っ、え、ちょっと多かったですか皆さん。あ、みんなうなずいてる。あ、無理してちょっと言ってくれたんだ。すいません、ちょっと、あ、次は量を考えないといけないわけですね。あの軽めにいきましょう、1です。ちょ、本当頭あんないです、これ。あ、なるほどね、はい。使う金額もね、ちょっと控えめにして。はい、うん、1、2、3。1、2からの3、4、5。ここ売れてますね。樋口選手をどうするかですよね。でもまあ地元の選手なんで、ね、走り慣れてる水面ではあるっていうところで言えば、普通にまあスタートも行って船券に絡むってことは全然ありますよね。タイム的には1、3、1、2、3、5ですね。ちょっとこれ3か、そんな安易に切っていいのかなっていう感じ。あ、小山さんから買ってますよ。あ、買ってますか。はい、俺からいきますよ。ほうほう、はい、はい、まあその追加賞金は3からですね。はい、まあ、満州もあるのかなっていう、3、1、4の線です。満州チャレンジもできる、はい、はい、1221の345、あとはもう14ですね。14からやっぱ佐藤選手チルと跳ねてスタートいくと思うので、そうなった時にしっかりあのついていけると。これでどうでしょうか、2人で。だからとっちゃんが満州圏をちょっと狙って穴目で、そうですね、はい、行ってくれて、私がまあ本線ですね。2が結構いいと思ってるので、ちょっとそこは差しまでちょっと決めてほしいなっていう感じでございます。一旦ね、あの満腹なんでここはもう軽く軽く、ね、軽くジャブですジャブ打っていこうと思います。目当た満州終わったんですか、はい、これめっちゃ多かったんですよ。俺一人も言わなかった本当にめっちゃ本当に言われまくってて、うん、楽しみにしていた方がいるからしっかりね、待てよ。
ただ答えたいんですけど、2からですね。股間ちょっとゼリー、どんぶりゼリーですよ。ちょっと気持ちが変です。入れて気持ち始まるよ。さあ、でも面白いけどな。あれ、出てない。3いいんじゃないの。出るけど、いやー、普通。1、2、1、2、1、1、4でもいいよ。ガチャ持ってんのか。1、2か1、4ならある。インからの3着が3がいいね。え、待ってよ、やばい、1、3がない。1、3ない。1、3がない。1、3はない。1、2、3で、1、2、3でお願い。そうなるとちょっと1、2か。大丈夫、大丈夫。よし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 、いいよ。3がいい。絶対1、2、3、4あるの。ある。1、2の3、4も1、4の2、3もある。なるほど。3着にとりあえず井口選手で。3の方が高いよ絶対。握っちゃえ、もう一発。忙しいな、3来るなど来るなど今度来い。3着には欲しい。3着の方で言うから1、2、4だ。1、2が売れてたから変わらんか。4の方がいいのかな。1、2、4。よし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 。1、2、4。いやー、勝ちゃん、おめでとう。いやー、腹ごなしでちょうどいい。ちょうどいいよこれ。500円か600円ぐらいプラス。よし、1レース目から、まあ、取ったっていうことが大きいですからね。いや、めちゃくちゃ大きいです。とりあえず前半あと4レース、もうコツコツ行こう。いっちゃえば、これカメラ目線でこれは夫婦満州だって。500円プラスになるだけだよ。待って待って、1260、一番人気、一番人気だ。いいじゃん。いや、あのプロゴルファー猿みたいな、サルや、ワイヤーサルやっていうような調子で、これが夫婦満州や。これが夫婦満州や。って思ってる以上に恥ずかしい。いや、いいです。いや、恥ずかしい、恥ずかしい。本当に恥ずかしい。恥ずかしがって、恥ずかしがってるわ、じゃないですよ。これは、向かい風がちょっと吹いてますかね。向かい風。でも、手前の旗はそんな多いじゃないですか。そうですね。ちょっと外が気になるかな。4が攻めていくような展開があれば、北山選手の展開も全然ありますからね。みんないいスタートですね。でも 1,2 がフライング、よし考えましょう。はいはい、それじゃあ1レース目取って、プラス800円。おめでとう。いや、いいんです、いいんです。当てることは大事ですから。なんでこの調子で2レース目もと。A 級の選手、新井選手が2コース、2号艇で、A2 の北山康介選手が5号艇に入っております。で、また、新井選手2コース成績が結構いいので、頭までもちょっと狙えるかなって。で、あと、4号艇の、高倉選手が、今日からかな、追配となっております。はい。なんでまあ1からの2552とか2頭から売れてきたりとかもするかもしれないですね。ですか。もう発売開始と同時に買い目を出すっていうのはまあまあ見えてるってことでいいんですかね。はいはい、もう4がへこんでの子ですね。ああ、なるほど。1551頭まで。やっぱ軍資金を準優勝戦までに残すにはちょっと広くても、じゃあ広く変えましょうか。残すのがいいのかもしれないですね。これぐらいのオッズが残るなら、ね、うん、ました。ほぼ剣みたいな、まあ、とりあえず当てることを目標にしましょうか、うん、そうですね。大きくっていうよりは今さっきみたいな感じで全然いいと思いますよね。コツ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 増やしていったら。あ、この感じ久しぶりだな。やっぱ何ですか、久しぶり。なんかちょっと、まあ、ちょっとイラッとするやつあった。今イラッとポイントありました。でも笑うってことはやっぱり同じように感じる人がいるんですよ。え、どこですか。じゃあ指摘してください、今ここで。本番中に始まっちゃうんで。こうしました。
1552前はそのまま、はい、で52前を変えました。ほうほうほう、はい、で300円ずつでします。300円ずつ、はい、各300円。1,2 を流します。はい、オツが言い逃げでもつくので 1,2 流した後はもう2からの 1,3,5 あとは、4が攻めていっての5,6まで入ってくる 5,6 流しをちょっと穴目でオールマンションなんで200円ずつだけ足しました。あんまり行き過ぎないでよ。1番タランサン番4番5番でグランです。あ、大丈夫そう。スタートしました。1番3番がこのタイミングでありますが4号艇やばいやばいやばい、そう3番無理無理。仕事ブロックしていく。よいしょ。内めがける旋回、ほら豪快、よし来てる来てる来てる、よしよし、ほらいいよ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 。父ちゃんは1号あるよ。流しだもんね。オッケーオッケーオッケー。5号艇の北山康介のインコースから4号艇の高倉若干伸びて上がってくる。一応はダメよ絶対。コーナー先に回るか。5号艇大丈夫、A級の選手2人いるもん、綺麗刺さるよ。切り込む旋回、オッケー。でも2位だったらこれ人気者のところですね。4号には1,2,5,5,2みたいな売れてたから、高倉選手に頑張ってもらおう。高倉選手に頑張ってもらおう。そしたら一番人気なんじゃないか。いや一番人気で、いや二番人気か一番人気か、多分ガミルね。1号には、でも15倍つく、300円しかもない。初め500円だったけど300円でした、広くかっつって。 だから言ってんだよ、これ揉める、それは揉めるよ。でも125だったら 9.3 倍だよ。 おいまだ終わってない。もしかしたら道中変わるかもしれないでしょ。道中変わって4になったらこれがどう変わんだよ。これがどう変わんだよ。この1号に並びがこれどう変わんだよ。道中どう変わんだよ。これ4になったら33倍倍になるから、そうなったらプラスになる。飛び込むぞ俺ここにバサーン。オッケー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 。だいぶ紙だね。でもちょっと狙いすぎちゃったね。敵中数量関係ないじゃん。これあのバックの数変わんないでしょ。変わんない、回収率だけって。敵中数だったらな、全然買ってけない。そう毎回1万2000使ってたら、ああそっか。イン逃げからの A 級選手、はい、1号2、まあ、一応的中、うん、的中2連続で的中です。まあまあまあ、でも 1,2,5 よりはいいよ。だから4500円ですね。戻り4500円だから、はい、3番人気3700円紙。まあいいんじゃないですか。そうだよね、それぐらいは、うんうん、これ笑って許せるね、ま、笑って許せる。よかった、揉めない揉めない、危ない。さあ、3レース目のスタート展示です。中一平選手に注目です。こうスタートしたからグッと伸びていく感じがあるみたいですね。コース入れ替わって 1,2,3 の 4,6,5 になってます。ここもうなんか間違いなく売れてくるでしょうね。当てるだけだったら簡単なんですけどね。おお、当てるだけだったら簡単、うん、まあ、狙って、まあ、人気するのは絶対1,6とか、はあ、あとはもう頭までね、6,1なんていうのも。そうですね、飯山選手もインコースめちゃくちゃ強くて足もいいんですよね。だからそれスタートがちょっとばらついたりとかした時が怖いなぐらいですね。壁がないとか前田選手はちょっとしんどいかな。まあ、野中選手が行ってくれてなんかその後ろついていってみたいなことはあるかもしれないですけど、足的には前田選手が結構しんどいかな、コース的にもっていう感じです。厳しいって言われてこの前田選手の、うん、あのご子息とかが見せたらどう思う、ね、それはしょうがない、ねね、いやなんか俺はすごい悲しくなった。でも嘘もつけないじゃないですか。前田選手俺の若干先輩ですね。昭和43年前なんで。ああ、ご年齢がですか、うん、54歳。場合によってはお孫さんまでいる年齢ですよね。そうですね、まあまあいいですよ。息子さん娘さん、はいはい、ね、そのお孫さんと一緒に見てて、うん、あ、ジージが出てるレースだねなんつって見てて、うん、あ、前田選手はないっすねって言われた時のその気持ちを俺考えたらやっぱ前田選手から買ってもいいのかな。待って落ち着いて。情とかじゃないのよ、こういう勝負事って。情でなんちゃらとかないんですよ。
今回はたまたまちょっと足がまだわからないっていう状態なわけですよ。じいじ足ないの？それ変な解釈になってる。お孫さん、お孫さん間違った解釈してるからね。松本選手は平成7年生まれってこと、今いくつですか？私が元年なんで、私の7つ下で、野中選手も27じゃないですか。これ野中選手に対して、まあ学年一緒じゃないですか、はい、一緒なんですよ、はい、対抗心燃やすなんてことはないですか、その松本選手は。内年ってやっぱり特別な感情を持ちますよ、それは。同じボートレーサーですよ。うーん、エースモーターふざけんじゃねえよってなりますよ。確かに、まあ、2着はキープしようってなります。愛しいに対する俺を思い出してくださいよ。日本酒飲んだらむちゃくちゃ噛みついてきますから、ね、そうなんですか、愛しいさん。そうですよ、俺も内年なんですけど、日本酒飲んだ瞬間ですよ、おめえずりんだよって始まりますから。出てきちゃうんですか。本当にやっぱ同い年特別な感情あるんですよ。あ、そうなんですね。はい、それじゃあですね、この3レース目音2点勝負やりたいと思います。さあ、この目音2点勝負なんですけど、父ちゃんと母ちゃんで、ね、1点ずつ、1点です。だから買い目をかけます。じゃあ母ちゃんの今の考えね、うん、まあ何だかでしょう、1、6の2差し、1、2差しの6に当たりはあります。あります。あ、ですよね。だからここから絞っていく、うん、だったら簡単でしょうって話です。だから6点のうちを2点買えるんだから、要は、まあ、3分の1じゃないですか。サブ1、サブ1ですよ。ここは絞れると思う。だからジャギー当たりました、じゃあ右通すみたいな感じですよ。なんかすごい厳しく厳しくないです。厳しくないです。厳しくないです。一回も通ったことない人間だから、全然大丈夫です。全然父ちゃんが大丈夫って言うなら全然大丈夫です。で、これ見に、目音2点勝負成功すればグッズの方10メスもプラスさせていただきますので、はい、まだ1回も成功したことはありません。いや、ここはもう大丈夫です。じゃあお互いに1点ずつ書いて、はい、え、かぶってね、せーのドン、かぶってんじゃん。父ちゃんね、1点勝負になっちゃう。じゃあ俺は それじゃあ126にしていいですか。あ、いいよ、全然、はい、じゃあ俺126にします。じゃあいくこんなことある。6点の中から1点。いくら買います？まだね、2900円しかマイナスじゃないし、まあいって、今何しかも買った、あの、そんなつかないでしょ。5000円ずついきましょうよ。5000円ずつ、はい、当たるんすから。当たりがあるんですから。ちょっとボードちっちゃくなりました。1点だからじゃないですよね。1点だからじゃない。ちょっとお顔が見にくいってことね。よし、これ、うん、やっぱり松本選手と野中選手のこの同い年、うん、ため年のライバル関係、これいい方に出ますから。いい方に、うん、調子いいよ、ここで大きいの。スローでしょう。で、こっから6が出て、長野選手が出ていくかどうか。え、ちょっと待って、やばい、頭までは無理。いいよいいよいいよ。え、戻ってきてお願い。え、刺さってない？いい位置になってない？あれやばい。あれ、ちょっと待って、でも2と6は、いやいや、すごい、ね、松本選手。いやちょっとなんとか、5分いるから、1が。ここだ、ここ。戻ってこれない。あー、うわー、261。いや、同い年同士、同級生の戦い。やっぱりいい風に出てんすよ、これ、同級生対決。でも、ボックス買いとかじゃないと、ちょっとね、261は買いにくいよね。これはでも26はつくよね。え、満州じゃん。そう、ボックス買いしてたとこ一番高めですね。でも頭買えないよ。いや、126のボックスで唯一の満州だ。621もあるか。いや、これだけ満州。126ボックスだったら、だからこれ満州チャレンジだったね。そっちかー。天勝負じゃないよ、満州チャレンジだよ。そっちか。結果は261、12,780円。今日見えてるよ。いや、ほんと見えてると思います。なんか、うんともすんともの日あるじゃないですか、たまに。そういう日ではないなと思ってるんで。4がなんか中間ぐらいにいます。4がなんか間ぐらいにいましたね。ちょっとここは難しそうだな。取り返しましょう。俺1個だけいい？うん。よく7号艇で俺
泳いでくるわけじゃん、うん、無理じゃん自力は、うん、勝てないじゃん、勝てない、なんか乗っていいシャチイルカとかイルカとか、そうそうそう、だったら勝ち目あると思うんだよね勝ち目しかない、むしろそれはそう、やっぱ同級生で燃えるんすよ、そうなのか、はい、それはもう間違いないです。でもこれでまた準優勝戦が ね、まあ、後半に、配信は後半になりますけど、はい、面白いことになるためにもちょっとここで取り返したい。そうですね、うん、やっぱり外が売れてくるとは思います。4号ね、うん、なんでまあ1からの外456456、このあたりが人気はしてくると思いますね。しごろが 15.7 倍だってよ。まあそうですね、一番人気じゃん。ここは外が、しかも北川選手って結構攻めていく選手なんですよ、4号手の選手が。で結構攻めていってまくっちゃうみたいな選手なので、やっぱダッシュ、まあ、ちょっと中間あたりにいましたけど、攻めていくような展開があればもう外が一気についてきてっていう予想になるんですかね。これちょっと絞ります。たらまあこれでいきます。はい、4号の456の1の折り返しです。岡平選手の折り返しのこれで8点、500円ずつ。いいですよ、1000円ですか。お1000円変わんないですよ。でもこれ560倍あるんで。いいです。いいですか、500円。500円で大丈夫です、ここは。ちょっと狙っているので、こっちの方が多分なんかいいかなと思うので、円逃げで、はい。残りね、ここと次前半戦が終わりなので、ここまずしっかり仕留めたいなと思います。実はほら、さっきの高校生の前田選手、娘さん。はい。前田咲希選手。なんだよ。まさかまさか。まさかまさか。まさかですよ。うん、そうなんです。親子で前田咲希ちゃん、人気の選手ですからね。そうですね。はい。可愛い。綺麗ですよ。でもね、女子ってみんなやっぱり細いじゃないですか。体重が。そうなんで、いい感じに筋肉もついてて。うん、母ちゃんはもう無理。体重で無理。体重、いや、いけるのはいけます47以下はダメなんで、逆に上は大丈夫なんで。7以下はダメダメですね。上は何キロでもいいよ。上はまあでも不利ですけどね。上、まあ、そんな80キロとか多分ダメですけど、それはちょっと年齢がもうアウトなんでね。うんうん、そうか、体重もアウト、年齢もアウト、性格もアウト。別に私ボートレーサーになりたいなんか、性格いやむしろ性格いいかもしれないですよ。ボートに向いてるかもしれない。そうですね、うん、負けん気は強いんで、父ちゃん7号手出ないようにね、最後まで行きましょう。いいですか、イルカになって。イルカになった少年、少年じゃないですよ、おじさんですイルカになった中年ですか。ひどいっすね、勘違いも、勘違いがすごい。でも走ってますよ、ね、走ってるよ、行くよ。あ、ちょっと待って、この選手行ってる。あ、いいよ、4行ってる。北川選手行ってます。これ2が残るっていうのが一番嫌だ。やばい、それは大ピンチ。うっしょー、いいよいいよ、5-1、お願い、5-4-1、5-4-1、5-4-1、2はダメ、6もダメ、6もダメ。全然大丈夫です。え、5-4-6あるでしょ。ないえ、ないのないない、1の折り返しだから。私、奥平選手がいいと思ってるから、2、3着に残すと思ってるんですよ。入ってくる、大丈夫、完璧、よし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 、いいよ、5-4-1でいい、541でいいです。541、30.6、 OK、 OKOKOK、 これ6になったらダメよ、大丈夫、刺さる、完璧、よし、よかった、折り返してよかった。いや、うちに来ないでね、ゆっくり、ちっちゃく回りました、ちっちゃく。オッケー、ちょっとこれ安心ですね。怖かった。はい、5-4-1、オッケー、やりました。じゃあ今日はできる日だね。でもね、うん、外したとこもかすってるっていう。いや、本当に、だからこの中心線は外してないですからね、うん、軸は外れてないし、うん、ただちょっと心残りが、父ちゃんが1000円いっとくよって言ったじゃない、はい、
でもそれをやっぱりちょっと行ききれなくて500円にしました。そういうのはいいです。当てることが大事ですから。ありがとう。いいですいいです。500円購入です。くそって思ってますよ、俺は。思ってるのかい。そう、360円、12番人気。でも、1万5000円なんで、7000円ぐらいプラスになったんで。あ、OKOKOK。うん。だいぶ戻しましたね。うん。これが目を止めんすよで。もう一回もらっていいですか。ちょっとそれは私が悪いんじゃないじゃん。ためがないんですよ。ためがないんですよ。今のカメラマンさん。プログラファーサルやって、サルだって言わないですよ。これが目音や。これが目音や。これが目音マンシューや。いや、すごいっすね。すごい、むちゃくちゃいい。むちゃくちゃ、むちゃくちゃいいです。これ指導のおかげかもしれない、父ちゃんの。ここも幕なりですかね。ちょっと向かい風が吹いてるかな。123-456。3が出ていきましたね。はい、それじゃあ最後、前半最後のレースいきたいと思うんですが、今マイナスが5600円。うん、うん、全然戦えてますね。1号艇の深井選手はいいですね。順位を控えてます。ここ順位メンバーが1号艇の深井選手と、あと4号艇の三宅選手、あと6号艇の林選手。ここ意外に全体的にこの全然ダメだっていう選手がいないというか、みんな程よくよくしてきてるっていうところがまた難しくさせてくるのかなと思います。さっき佐藤選手はチルとプラス 0.5 だったんですけど、ここは0度にしてきてますね。スロースタート2コースなので。だから外6号艇の林選手はオール3連隊です。そうだから、その6から変えたいんですよ。6を絡めたいんですよ。うんうん、林選手から、うん、林選手は9レースの陰線ですね。1号艇これ満州チャレンジしていいですか。じゃあここで父ちゃんが前半最後のレースで満州チャレンジするということです。はい、だからもう宣言して見事満州を取ることができれば、プレゼント当選人数が10名様プラスされるということですね。はい、いいですか。はい、4、6の前、はい、6の1、4の前。おー、なるほど。満州届かないのも若干ありますけど、はい、だいたいいきます。だいたいいける、はい、200円ずついきます。はい、はい、それじゃあ私は深井選手のインからで、1からの46の346、あとは3が攻めていった時の4の差しの差し切りまでの41流しですね。はい、500円ずつの6000円でいきたいと思います。あんま早いとないね、素材が。あスタートの瞬間が欲しい。ちょっと揉めてますね。どうしたんでしょうか。やっぱちょっと私たちがこんなに我々よりもチームワーク悪いですカメラクルーは、カメラクルーは我々も相当悪いですけど、あ、悪くないよ。チームワークは悪い、仲は悪くないよ、うん、でもチームワークは悪い、正直バランス取れてない、もしかして、うん、飲み会だけ盛り上がるみたいな野球チームですよ、これ。良くないですよ。勝てない、そういうチーム勝てないから、大体本番弱い、めちゃくちゃ弱いからね。稼働受けに中岡が構えて、因が深いです。1番、2番、3番、4番、5番、6番、中岡選手が多分結構いくと思うんだよな。いや、4、どう？スタートしました。いいんじゃない？ 4？ はい、はい、いいですよ。 4？ あー、止まったか。3が先に攻めるか。今入ってきて、あー、やばい、消したとこ。ちょっと待って、あれちょっとおかしいな、1、2。あれ最後の最後にずっこけ。いや、ただまだわかんないよ、これ。一番手前が4だよね。はい、4と6です。なんとか2人しなさそうな雰囲気が出てますね。おー、1円、ちょっと盲点の1、2あまり来ないから満州なんですよ。それはそうですよ。
その狙って毎回毎回取れたらね。いやここまで要はこうあちょっとキャビッチだダメない2がないんですよ。しょうがない、そうでしょ、そればっかりしょうがない。3着にも入れてないのに林はかわしていません。と一番の深い後半出るでしょ。まあ、出ます。次あの準優勝戦1号艇入れますね、はい、この後失いましたけど得るものはありました。そうですね、収支的には、5レースやって1万4000マイナス。あ、全然全然。じゃあ1万4000円失って何を得ました？何を得ました？何を得ました？気合。ちょ、バカ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 。一番得たのを獲得したのは、うん、チームワークだよ。お願いしますよ、お二方も。本当チームワーク忘れずに。うん、お願いしますよ。そう、ちょっと一旦ね、この、あとちょっと間開けて。取っときゃお前冷静じゃねえんだよとか。やめてください、本当急にね、荒々しい目を回ししたくないから。取ったかって言って。うん、取れましたっていう、そのメモちょっと怖かった。取れました、取れましたよ。何か何か取れましたよ。ないな。そこまで読み取っちゃったら当たり前じゃないですか。あららららら。うん、じゃあ後半は雰囲気よくね、はい、スタートしてるかどうか。またね、うん、後半戦が配信されると思いますので、しっかりプラスにしたいなと思います。はい、ぜひ見てください。目を止まる週、やったらね。ポンコツだった。先に逃げてほしい。ほらもう知らないですか。プレミアムアナで書いてあってすごく当たってるって、ね、いいよ。その間2が入ってきての5 1,2,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 5 1,2